ヘンダーソン・ハビア・アルバレスは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのキンタナロー・タイガース所属。スペイン語での発音は、エンデルソン・ハビエル・アルバレス。2006年に、トロント・ブルージェイズと契約。それまでは三塁一種だったが、契約後に、投手へ転向した。 当時憧れていた選手は同じベネズエラバレンシア出身のフェリックス・ヘルナンデスだった。マイナー時代2007年に17歳でルーキー級ドミニカンサマーリーグブルージェイズでデビュー。2008年に渡米すると2009年には A 級ランシングラグナッツで9勝6敗防御率3.47を記録して頭角を表した。2010年は A 級ダニーデンブルージェイズで 防御率4.33と振るわず、やや評価を下げた。2011年は、直球の球速が前年から飛躍的に上昇し、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで8勝4敗、防御率2.84と活躍。メジャーデビューと対談まで、カルロスビアヌエバの故障者リスト入りに伴い、ブルージェイズの他の若手有望投手と、 同じく打者天国のトリプル A 級ラスベガスをスキップして MLB に昇格し8月10日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー8月31日のボルティモアオリオールズ戦で8回3アンダム失点と高騰しメジャー初勝利を挙げた21歳135日でのメジャー初勝利はブルージーズの当初では1997年の トロントブルージェイズ時代2012年は初めてフルシーズンをメジャーで過ごしたが脱産進率の低下と被弾の多さにより成績は伸び悩んだ。9月以降はチェンジアップの改良が功を奏して復調の兆しを見せた。マイアミ・マーリンズ時代2012年11月13日にジョシュ・ジョンソン、マーク・バーリー、ホセル・エース、ユネル・エスコバーラ総勢11人が動く。 大型トレードでマイアミマーリンズへ移籍した。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは右肩ーで開幕は出遅れた。9月30日、シーズン最終戦の対デトロイトタイガース戦でメジャーリーグ史上4人目のシーズン最終戦でのノーヒッターを達成。 試合は9回裏に西万塁から冒頭によるサヨナラ勝利で、ノーヒッター試合でのサヨナラ冒頭での決着は六十一年ぶり、史上二度目。二千十四年は八月及び九月に登板回避した場面があったものの、三十試合に先発登板。自責点一位以内に抑えたのが十六試合あり、防御率二点六5メジャートップタイの三完封勝利を含む十二勝を挙げ、 エース格として先発ローテーションを牽引した。なお、この年はオールスターのメンバーにも選出されている。活躍ぶりが評価され、1.0ポイントだけであるが、サイヤング賞のポイントを獲得した。2015年4月、MRI により肩と肘の炎症が判明し、15日間の DL 入りをした。その後、7月28日にシャットダウンし、肩の手術を受けた。 これら故障の影響があって4試合の先発登板に終わり防御率6.45全試合で敗戦投手になった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2015年12月18日アスレチックスと1年契約を結んだ。2016年は開幕から15日間の故障者リストに入りマイナーで リハビリ調整が行われたが6月25日に60日間の故障者リスト入りとなった。その後もリハビリ調整は行われたものの10月7日に40人枠から外れトリプル A 級ナッシュビルサウンズに降格し、同日 FA となった。2017年7月14日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。8月22日にフィラデルフィアフィリーズと マイナー契約を結び、参加のトリブル A 級、リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。9月13日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。この年は3試合に先発登板して0勝1敗、防御率4点。レギュラーシーズン終了後の10月6日に FA となった。2018年3月14日にメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約。 11月16日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶ。2019年7月1日にナショナルズを解雇となり、7月20日にキンタナロータイガースと契約。オフには第2回プレミア12のベネズエラ代表に選出された。平均急速時速 149km、最速時速 156km のツーシームが、投球全体の半分以上を占め、 ついでほぼ同じ球速のフォーシームが約20%という割合となっている。他に持ち玉は平均時速 134km のスライダー、平均時速 139km のチェンジアップ、平均時速 121km のカーブ、さらに時速 70km 台のイ、e、ーファスも投げる。2012年まではフォーシームが主体で、この頃にはカットボールも投げていた。 ツーシームを主体として、典型的なグラウンドボーラーとなったのは2013年からで、速球系で計75%ほどを占め、変化球はそれぞれ多くても約10%程度となっている。また、2015年は、右肩ツーで4試合にしか登板していないが、肩の故障をかばうため、イーハスを大投げしている。マイナーリーグでの通算予視率はわずか1.6という、 ずば抜けた数字を残している。これは、請求力の高さも実証しているが、よし9を与える前に、バットに当てさせるため、結果的によし9が少ないというグラウンドボーラーの典型例である。ありがとうございます。